サンデーサイレンスって最高傑作について語ろう。最初にサンデーサイレンスについて、1988年10月に競走馬としてデビュー。生涯成績は14戦9勝、獲得賞金は約5億円。86、88年、壮絶なる幼少期、この世に生を受けたサンデーサイレンスだったが、くすんだネズミ色の馬体は華奢な状、後足がものすごく X 字に曲がっていた。血統足す馬体至上主義がはびこるアメリカではほとんど論外の醜さであった。あんなひどい闘祭は見たことがない。見るのも不愉快とボロクソにけなされていたほど。セールに出されるも血統も悪く、馬体もひどく、おまけに気性も高馬の頃から凶暴そのもの。上級のセレクトセールから弾き出され、一般セールでは1万ドルしかつかず、やむなく1万7千ドルで買い戻し、キーファーコモンから論外ですと説明されていた。キーファーコモンは後に、あの馬体の欠点は目をつぶって済む軽いものではなかった。同じ見た目の馬が先頭いたら999頭は競走馬としてまず使い物にならない。あれは突然変異ではないのかと当時の判断を正当化している。この判断は節穴顧問の大ポカとして嘲笑の対象にされそうなものだが、ことサンデーに関する限り仕方ないよなぁと納得させるものがあった。さらにトレーニングセールのキロサンデーをはじめとする馬を乗せた馬運車の運転手が心臓発作を起こし、馬運車は横転。奇跡的にサンデーは2週間の入院で済んだが、運転手とサンデー以外の馬は皆死亡する惨事となった。ここまで来るとこの馬呪われてるんじゃねと思えてくる。とにかく悲惨な牧場時代を過ごしたサンデーサイレンス性格が凄むのも無理はない。結局競走馬として流行っていけそうだと判断されたサンデーサイレンス。しかし気性はめちゃくちゃ荒く、飛んだり跳ねたり、蔵状を振り落とそうとしたりで、調教は一筋縄ではいかなかった。88年10月、デビュー戦は2着、11月に初勝利を挙げ、12月の一般競走で再び2着、休養に入る。年が明けて89年3歳になったサンデーは全本領を発揮。指導戦の一般競走を10馬場にもかかわらず落勝すると、 GII も出遅れながら勝利。この時点でケンタッキーダービーの有力候補として挙げられるようになった。そして4月8日の GI は同レース史上最大の10馬身で圧倒的な勝ち方で世間を騒がせた。89年ケンタッキーダービー持つ者と持たざる者。5月6日運命のレース当日、例年最低でも15度 C くらいにはなるのに、この日は前日の大雨の影響かレース史上最低の 6.1 度 C しかなかった。サンデーサイレンスはスタート直後に左横のトリプルバックを吹っ飛ばして後位を締め、高速コーナリングで最終直線へ。ここでまたしてもノーザンウルフに体当たりをかまし、その後は左右にフラフラ揺れながら抜け出すという荒すぎる走りで優勝。ウィッティンガム氏はこの時点でこの馬は三冠馬になると言い切った。トマーここから快進撃が続くのですが、競走馬としての総括。13成績は14戦9勝内 GI、6勝連帯率 100% を達成している。総獲得賞金は4968554ドルで当時の世界3位。文句なしの名馬。そしていろいろあって日本にもやってくるのですが、今回のテーマはサンデーサイレンス系最高傑作について語ろうですからね。七サンデーボバ、イープインパクト、七サンデーヒンバ、スティルインラブ、七七七七サンデーボバ、イクイノックス、七七七七サンデーヒンバ、ラッキーライラック、母七サンデーボバ、ピュラメンテ母七サンデーヒンバ、アーモンドアイワイはこう思うけど、みんなはどうや。ネットの反応も見てみましょう。父はディープでいいけど、父父ヒンバはダイワスカーレットじゃね。競争ではスティル繁殖ではアドブルという構図にしておきたい。あとまだ出走してないけど、エピファネイアとアーモンドアイの子は母八チサンデーだな。世界的に見るならオーギュストロダンだろうな。強さもさることながら残した実績は唯一無二で、他のサンデー系3区は誰も真似できない。 EC クラシックも勝つようならまさにサラブレッドの大谷翔平。皆様はサンデーサイレンスの子供たちの最強誰だと思いますか？しかし幼少期は何かの呪いにかけられてるんじゃないかと思うくらいですね。